はい、ということで2駅となり小手差しで下車しましたね。こちらは結構ね、行き先としては多い車両基地があるんでしたかね。で駅名としては知られてると思いますけども、私は来たのは初めてかな。これはすごい、なんか駅前のマンションが高いな。はい、こちらが逆光の、小手差し駅北口ですけども、特に駅名とかは書いてないですね。そのまま真っすぐ来ちゃったけどいいのかな。これではなく、もう一本左側の道ですかね。多分そうですね。そこをまっすぐ、北に向かって次に目指すのはニコパですね。はい、なんかこのね、小手差しショッピングアーケードという看板が気になったので、ちょっと行ってみますか。はい、結局居酒屋とかばっかりでしたね。でこちらが、声優、ちょっとここも、まずゲームコーナーはないとは思うんですけどもね、軽く覗くだけ行ってみましょう。はい、ということでこちらの声優出てきましたけどもね、なんとゲームコーナーありましたね。いや全くここもね、9割空振り、いや9割以上ですね、 97% ぐらいは空振りだと思ったんですけどもね。メダルゲームはなかったんですけどもね、動画にも載せたこのクレーンゲームですね、まさにクレーンゲームという感じですけども、これは私は見かけるのは初めてかな。なんかそんなに古い筐体には見えなかったんですけどもね、割とレアだったりするのかも、そうでもないのかも、はい、わかんないです、全然詳しくないのでね。で、次がね、目的地は正面すぐ左ぐらいだと思うんですけどもね、島中ホームズは、何ホームセンターでいいのかな、そこの中にね、ニコパがあるみたいなので、そちらに向かう。で、今1時過ぎでね、そろそろお昼にしたいんですけども、なんかいいお店はないかな。ということで、ここがね、駅からの道の突き当たりで、左、ちょっとこの建物に隠れてしまいましたが、このもう、これか。結構広いね。商業施設で、さっき看板がちょっと見えましたが、ロピアとかも入ってるんですかね。スーパーマーケット。日替わりランチ670円。悪くはねえかな。安定が欲しい、私は。あ、花丸うどんが見えたな。そんなんでもいいや。はい。ここは、なんだろう。道路の名前とか、ちょっとわからないですね。お、バーガーキングはでも、バーガーキングはちょっと高いからな。はい、いいでしょう。メインはゲーセンなのでね。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここは国道463号線なんですね。で、ホームズ出てきましたが、ニコパは一応シングルメダルありましたね。コナミ系4種類、対局、神竜とか、そんな感じの。であとは思ったよりもね、メダルは充実はしていたんですけども、でもレア機種はないのかな。モーリーファンタジーとかに近い感じですかね。はい。で、結局プレイはせずにね、出てきて、次のゲーセンに向かいます。次はアミュージアム所沢店。ここもまた、ね、30分ぐらい歩かされるみたいですが、仕方がない。で、結局お昼も食べずに来ちゃったんですけどもね、この道沿いにマクドナルドがあるみたいなんで、そこに寄りますかね。もう遠征でね、マック行きまくったんで、別に私も食べたいわけではないんですけども、ちょっとね、スマホの充電が怪しいというか、昨日帰ってから充電せずにそのまま来てしまったので、そう、充電しとけばね、夜の間にやっとけば何の問題もなかったんですけども、
まあ、ちょっと今もうすでに 20% 台でね怪しいんで、できればそのコンセントがあるところに行きたい。はい、ちょっと何分か忘れましたけども、この国道463号線をひたすら歩いてますね。この次ぐらいの交差点ですかね、そこを右かな、まあ、方角的にはこっちの方なんですけどね、だからまあなんかその辺通った方が若干ショートカットはできそうですけども、多分そこの角にマクドナルドがあるんで、まあそこですかね。はい、ということでね、こちらのマクドナルドで、お昼ご飯を食べてね、まあ、ついでに充電もしてきたという感じですね。失礼。まあ適当に行くだけですが、ちなみに今日の予定はね、まあ、ミュージアムに行けば、まあ、ゲーセン巡りはほぼ終了で、最後の1店舗は、キャロム所沢ですね、これは10月にも行った、店舗なんですけども、そこのメダルの期限がね、もうすぐ切れそうだということで、まあ、混雑率調査プラス、そのキャラム所沢をやるのに、まあ、都合が良かったのでね、この入間も巡ったという感じ。まあ、今ここは所沢ですけどもね、ここはなんか割と新しいですね、この道自体が新しいのかな、なんかね、その完成した土地とかがどっかに書いてあれば、まあ、すぐわかるんですけども、残念ながらない。はい、こちらの橋は平成16年ですね、16年前、そこもそうなのかな、まあ、でも16年前ぐらいだったらまあわからんでもないか、名盤だけあのね、そこだけちょっと新しくしたとかあるんですかね。で、正面にね、なんか建物見えてますけども、あのマミーマートですかね、その中にどうも、ゲーセンもあるみたいですね。アミュージアム、アミュージアムはまあそこそこね、シングルメダルありますけども、あ、この赤信号は行って大丈夫なやつ、こういうとこの判断がよく分かってないんだよな、行っちゃえ。はい、こちらマミーマートのアミュージアム出てきましたけどもね、ここはかなり小規模な店舗でしたね。シングルメダルはなしで、まあ、キッズメダルとかあのプッシャーとかも少なくてね、まあ、ちょっと期待外れでした。まあ、仕方がないので、ね、まあ、今日最後のゲーセンに向かいますか、キャロム所沢。まあ、最後と言いましたけども、もしまあ、ね、日が暮れますけど もう、まあ、6時ぐらいに終わるんだったら他のゲーセンに行くというのもありですかね。はい、こちらの交差点は所沢市第6点ということで、なんかちょっとかっこいいですね、名前がね。で、私はこの道をまっすぐですかね、まあ、ここから歩いて、まあ、キャロムも行けなくはないんですけども、まあ、結構遠いのでね、まあ、西所沢から所沢まで一駅列車に乗って、所沢駅前からはバスという、まあ、若干効率は悪いんですけどもね、まあ、でも東所沢駅に行くのもめんどくさいんでね。まあ、どうなんだろう、東所沢駅まで行って折り返した方がいいんだな。はい、さっきのはミュージアムから何分ぐらい、お、なんか通ってますね。3時28分。なんか、ちょっとぼーっとしててね、あんまりよくわかってないというか、西所沢駅に行くにはなんか手前ぐらいを曲がった方がいいような気もするんだけども、もう本当に頭がいつも以上に働いてないというのはね、バレバレですな。まあ、そこに線路があるということは、線路沿いに行ければね、駅があるはずなんですけどもね。なんかもう、だいぶ散漫だな。ああ、そうだ、疲れが出ているっていうのはありますね。もうなんか先週のね、月曜からずっとこう、遠征やらなんやらで忙しかったんでね。そうで、ここは雪もないのでね。そのなんか生きるか死ぬかみたいなのも全然ないですからね。そう、青森の吹雪とか本当やばかったからな。はい、なんかよくわかんないですけどもね、この線路沿いはこちら右に行っています。そこの踏切を渡ってしまって、まあ左向こう側のね、線路沿いを歩いていけば西所沢駅かな。あ、なんかもうその辺にホームあるんですね。入り口がこっち側はちょっと行けない感じかな。はい、ここは右側はこれ、西武球場前とかに行くやつですかね。そっかそっか、そことの分岐がある。でね、人の流れはやはりここ右側に行っているので、ここは駅に行けるんでしょう。
はい、ということで西所沢駅着きましたね。まあ適当に乗っちゃいましょう。一駅。はい、今朝、何でしたっけ、途中から乗ったって、そっか、動画にはあまりしてないんだ。やつもこの6線でしたけどね。また6線でしたね。でこちらには、新宿行きというこの、所沢駅らしい光景、では私はバスに乗るので、とりあえず改札を抜けましょう。次に来るバスが66の清瀬駅行きらしいが、それが私の目的の場所を通るかどうかがわからない。はい、結局一本見送ってね、まあ、確実にこの下安政に着く、ここを通る、55番のバスに乗りました。14分で190円ぐらいかな。はい、で、もうゲーセンがこれですね、キャロン。じゃあまあ適当に、動画はここまでで終わりかもしれない。